左手でビンタ、右手でパンチ、ドメスティックバイオレンス。はい、ってことでね、今日は、トカゲにへそ上げていきたいと思います。どうぞ。はい、ということでですね、こちらがサバンナモニターというね種類になります。まあ、その名の通りね、サバンナに、生息をしているというね、もう何のひねりもないようなオオトカゲなんですけども、まあ、ペットモニターとしてはねかなり、人気の、モニターとなっております。まあ、モニターっていうのはオオトカゲのことなんですけども、まあ、このようにですね、まあこの子の、まあ、サバンナ地域っていうのはですね、まあ、夏季と雨季夏季と雨季じゃない夏季と雨季っていうのが、2つのね季節がありましてですね、まあ基本的に雨季に活動して、寒季にはね、冬眠するみたいな、まあ冬眠に近い休眠っていうのがね、するんですけども、まあ、そういったね性質のあることからですね、まあ、なかなか脂肪を溜め込みやすいっていう、ものになります。あ、で今ねこのワカサギの唐揚げみたいななってるのが、これがまあワカサギにはなるんですけども、まあ基本的にはカルシウムパウダーだったりビタミン剤っていうのをね、添付してあげてから、こうやってね魚だったりとか、あとは虫、それから鳥、それからマウス、それから、トカゲ版のドッグフードのようなねものがあるんですけども、そういったペットフードを与えていくような形になりますね。でまあですね、こちらのまあ基本的にはですね、まあ紫外線っていうのをね、こうやって今ライトがついてると思うんですけど、これの照射してあげることがね、まあ大体1日8時間くらいですかね、照射してあげることが大事なんですけども、まあこうやってね興奮してきてね、もうケージからもう飛び出してきちゃうっていう時よくあるんですけどねまあこれがまた可愛いところではあるんですけども、ね、結構ね食欲がすごい旺盛で、もう与えたら与えただけ食べてしまうんで、もうこっちの方でね制限していかないと、内臓疾患つって脂肪がこうどんどん溜まってきてですね、内臓疾患を起こして、短命になってしまうっていうところがあるので、まあ、こっちでねしっかり管理してあげないといけないっていうね。まあ僕のね体型なんてね、もうマッチョが見たら失神してしまうような、もう腹回りしてるんですけども、まあ人には絞らせといてね、もう自分には甘くという、もう人に厳しく自分に甘くという、そういう目標でねやってますけどもね、こんな感じでね与えていくんですけど、まあこういう風にですね、カルシウムパウダーだったりとかを添付したねコオロギだったりとか、まあうちではやってないんですけどもね、デビアっつってゴキブリみたいなやばい、なんかまあ普通の人からしたらねちょっとやべえだろみたいな餌をあげる人も、たくさんいらっしゃるかなと思います。まあでも僕の中でね、虫の部類ではねコオロギが完全栄養食かなっていうふうに思いますんでね、まあ大体ですねうちでは、まあ 2、3日、いや4日に1回ですかね餌やりをしてるんですけども、まあ、基本的にはね、まあ、このサイズのモニターだったら、まあ、2、3日に1回あげた方がいいのかなとは思うんですけど、まあやっぱりちょっとどうしてもね内臓脂肪とかが溜まりやすいっていうのがねやっぱ懸念点ではありますので、まあ、そこをね、まあ、餌いっぱいあげたいのをぐっと我慢して、まあ、4日に1回というね、ちょっと結構絞ってますけど、もうないのって顔してますねもうこんな可愛い顔されたらそら、もっと餌あげたくなっちゃうじゃんということでね、さっき言ってた、このレオパドライっていうトカゲ用のなんか毒フードみたいなをこう水でふやかしたやつをね与えていくんですけども、ね、この体勢どうなってんのみたいなね、すごいよねこの体勢ね。結構ね、顔つきももう恐竜みたいでね、すごい可愛い顔つきしてるんですよね。でちょっとケージがね今ちょっと狭いんですけど、まあ、今後ねちょっと今新しいケージを新調してますんでね、まあ、今後はそっちの方に、入れていこうかなと思うんですけどね、まあ、ちょっとこの今 60×30 ぐらいの超ちっちゃいケージに入れてるんですけど、このぐらいのサイズの子だったらね、まあ、90は欲しいところになるかなという感じですね。まあ最終的には 120cm×60 横幅60ぐらいの、ケージがあれば修正飼育ができるかなと思いますんでね、まあ、皆さんもね、まあ、それぐらい大きなケージを用意できる方であれば、ぜひね、まあ、モニター欲しいよっていう人はね、まあ、ぜひ本当におすすめなものにはなっております。まあちょっとね他のモニターと違ってね、やっぱどうしても脂肪を食べやすいとかね、そういったちょっと餌に気づかないといけないところとかがあったりはするので、まあそうですね、まあ初心者に、安易に勧められるものではないと思うんですけども、まあかなりねそういった部分以外、管理以外ではかなり、飼育しやすいペットモニターにはなりますんで、まあ、ぜひね興味ある方はね、飼育してみてはいかがでしょうかみたいな感じで、ちょっと今日はね短いんですけども、まあ、こんな感じで終わりしていきたいと思います。ご視聴ありがとう。
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。またこの動画に対して一切の責任などは取れませんのでよろしくお願いいたします。